バカンソレイユ DCM は、かつて存在したオランダを本拠地とする、自転車競技、ロードレースチームの名称。2009年、活動を開始。2011年、UCI プロチームに承認された。バカンソレイユ DCM とも言う。2013年シーズンをもって解散。バカンソレイユは、旅行代理業、テーマパークの運営などを行う。 オランダのアイントホーフェ編を本拠とする企業。2008年に、全身の P3 トランスファーイコールバタブスを受け継ぎ、同年に解散したサイクルコルストロップから、前ゼネラルマネージャーのヒライル・ファンデルス・ヒュエレムを受け入れ、2009年より活動を開始した。そしてその年、ワイルドカード枠で参加を得た、ブエルター・エスパーニャにおいて、ボルト・ボジチュが区間優勝を果たしたことで、 一躍当チームの名を挙げた。2011年、前年の2010年シーズン途中で加入したリカルド、リッコや、ステイン・デ・ボルデル、エセケル・モスケラといった著名選手の加入が決まったことで UCI プロチームの承認を受けた。なお、同年シーズンにより、ベルギーを本拠とする農業用機材販売企業である DCM が新たにスポンサーに加わった。 2009年、2010年、2012年総合3位、トーマス・デ・ヘント、ありがとうございます。